毛利治順は、江戸時代中期の大名。宗王国徳山藩七代藩主。第五代藩主、毛利広豊の柔男。陽名は千之助。なお、中旬、治友と,もと変える。寛延三年十一月六日、徳山藩の第五代藩主、毛利広豊の柔男として、江戸の今井谷定で生まれる。法暦14年2月22日。 第六代藩主の兄、公館が死去。他の兄は創生、またはすでに竹を相続していたので、同年4月21日に公館の養子氏として家徳を継ぎ、修順と名乗る。修順は生まれつきえまい活達で、よく過剰に通じて、人民を愛し、過労、な、子やクランドを徴用して、知石をあげる。また、藩主に命じて書く家に、 伝来の古文書や経譜を提出させ、藩祖、治隆氏及び、第三代藩主、元次の詩文を編集して、三逸を防ぐなど、大いに意を文字に用い、天明五年には、藩校の名法官を創立して、文教交流の基礎を築く。完成8年9月24日、次男の高賃に家督を譲って隠居。完成11年3月26日、 病と称して、気有の暇を恋、同年5月に、下松の家具に入る。文化元年2月、富田に別邸を設ける。文化4年9月23日、なお、治む友と改め、文化13年12月23日に総発して、聖沖な、また、大沖なとこし、風月を友として、悠々自適の日を送る。文政11年3月20日に、富田の別邸で死去。 去年79、母書は山口県集南姉妹社の大政寺。ありがとうございます。